はい、一括です。今回は紙コップメダルの作り方の紹介です。誕生日や運動会で使えるアイテムになりますよ。動画の後半にメダルが使える場面の紹介と子供と作る時のポイントをまとめていますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルは保育士、幼稚園教諭の資格を持つ母と子供の発達、医療の知識を持つ作業療法士の父が運営しています。子育てや保育、教育などの仕事のお供にチャンネル登録よろしくお願いします。このメダルが使える場面は誕生日会、運動会、入園式、卒園式などがあります。お家で使える場面として母の日、父の日、兄弟の誕生日、敬老の日などがありますよ。子供が誰かにプレゼントを贈って喜ばれた時、子供ってどんな表情をするか知っていますか？まだ見たことない方はぜひこのメダルで試してみてください。子供と一緒に作る時のポイントは、子供の年齢に応じてメッセージを書いたり、シールやペンなどで模様をつけたり、好きなデザインに仕上げてくださいね。子供の能力に応じて
センターの白い部分に色をつけるだけ、シールを貼るだけでも OK だと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねボタンを押していただけると励みになります。子育てや仕事のお供にチャンネル登録してもらえるとイクカツが喜びます。それではまたねー。